始まりました「ギャラクティカ」。はい、2回目の出演となりますカブトムシゆかりです。よろしくお願いします。前回は結構なんかそこそこ FG はゲットできたんですけど、今回神 FG をゲットしに来ました。良さげなね台を座ってさらにそこで出せるっていう立ち回りをして神 FG をゲットを目指しに来ましたのでよろしくお願いします。朝はね犬夜叉座ったんで、犬夜叉もなんかちょっとね筆記勝負みたいになってきちゃうところもあるかもしれないんですけどそこは挙動を見つつ、見れるかわかんないんですけど頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで犬夜叉朝一は打っていきたいと思います。ちょっとね今日の財布に5万入ってて5万で犬夜叉に挑んでいいのかわかんないくらいの台ですもんね行ってみたいと思います。おはようございます。2枚目ですちょっと1万円何もないし様子見してたんで2万円目から気持ちスタートで行ってみたいと思います前回初めて出た時もこの番組あんまり負ける人いないんだよねみたいなプレッシャーがあって、でギリギリ、青鬼であれはね、ギャラクティカっていう番組の趣旨には反してると思うんですけど、それでね、プラス収支にはできたんでなんとか今日もって思うんですけど、まずはボーナスを引かないと。ボーナス重いとちょっとメダル持ち悪いんで勘弁ですよね。私多分今日もう天井ですけどまだ40秒くらいしか使えるところないです後半頑張ろう。後半頑張ります。こっから頑張る。なんだよ、なんでもいいよ。あ、なんか間違えちゃった。天井やっと来ました。投資が2万2000円、669ゲーム天井です。あ、しかも平行。ちょっとなんか希望を持たせてほしかった。ボーナスで AT に入るか。頑張れ。ここが本番。いけます。頼むよ。いやー、これはやばいぞ。今日はやばいぞ。いやー、しかも何もないデフォ。50ゲーム目に3ボーナスとか天井くればまだいいかな。朝一だから AT まではとりあえず打ちます。お願い、緑以上来て。緑以上、この気長に待てば。八方塞がりよ。これどうしようかな。でも諏訪下分帰ってきてほしいから AT1 回で。見誤ったな。なんかしんどいぞこれ。だからよいしょ。わ、ぶった切りチェリー引いた。ぶった切りチェリー引きました。ボーナス。わお、いった。いやよかった。自力でいくスタイルだ。いやー、よかった。220ゲームいきました。2048分の1だ。ぶった切りチェリー頑張った。頑張れたんで、ここも頑張るけど平行しコンボだ。もう一回引けばいいぶった切りチェリー。ここは出てほしい。頑張れ頑張れ私、頑張れあなた。はい、カットインは入って、で後ろにもいる。いきます。 10% とはいえ赤になって。わっ、やったー。いや、よかった。だからまあ2万8000入ってますので、ここはなんとしても、まあ1000枚以上は1000枚以上出して、まあね、引き戻しゾーンをゲットしよう。頑張れ頑張れ頑張れ渡す。よし 40% 来てちょっと集めのでよしいった。あれ赤ゼルフだったんだけどもう大丈夫。早い早いゲームス使ってないよ。ひとまずいいですね赤7以外。赤だけど昇格してくれるしてくれない。まあまあまあなんで何枚 200枚やったーありがとう。ブーストこっちの赤7でもこれがあれば全然ありがとう。428枚。いや頑張った1回で残り18ゲームあるんで早々にまた引こう。とりあえず1000枚出そう。頼むよ頑張れよ。よいしょいけ。おいしょ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 よいしょ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 。違うかラストやっちゃまった。終わっちゃうかダメだ。464枚。でも1回でこれだけ出たのはまあまあまあ500名近く出たんで白同士モードこれいいよ。赤よし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 やっとテンション上がってきました。よし44ゲーム早い。カードを見ずにボーナスゲットです。よしよしよしこれでね左あ右上がりとかだったらいいけど普通の平行回以上でここも入れて前回の AT の枚数を引き継ぐ。S さんが敵対がいきます。ここ大事大事大事。入らなかったらねもう10ゲームだったんですけど、まあ、残りゲーム的にここで決めるしかないです。一発 10% 決めて決められなかったでこれで終わり。わあでもこのカットいらない。はいアイキャッチはまあ普通ですけど満月で1個たまったから月下にワンチャン3回目の煽りで入れば入るんですけどここで入ればいい。たまったりしないどういかない。ちょっと店内を見ようかな。奇数のカードが出て、まあ、今2回目に挑戦しててでも総回転数1018もう行くなら突っ込む感じになっちゃいますね。なんならあの有利区間まで行きたいと思います。有利区間終わるまで、まあ、入れたんで4枚目一応まだ午前中の段階。ちょっとでも見せ場が長なさすぎてもうちょっと打ちたいと思います。あの3000目指し出してる。でも隣がバンバンザイなんですよ。隣の展開が今日私だったらもうマジ FGFG だったんですけどね。2000今2800枚出てるでなんか多分700枚くらい出た後に引き戻してまたまだ当たってる最中なんですけど。イエイこれで AT に行く。よっはい行きます。417ゲームで投資がですね3万1000円です。いやでもまだ3万1000円いきます。絶対ガチャダメなんかの示唆もなくあ、でも満月いってポイント2回目だけどまだちょっと弱いですけど、3回目のあおりで月下に入るかどうか。ダメか。いやー、なかなか無理で、無理よね。そうよね。どうしよう、戻れるなら朝一に戻って犬夜叉に座らない。いやー、やだー、どうしよう。かかってんだ。あ、月下いった。青でしょ。でもう一丁色変わんないね。青のまんまは嫌ね。いや、青のまんまよ、頼む、ほんとやめて。いや、青のまんま嫌だ、ほんと。いやー、嫌だ、もう無理無理無理、嫌だ。書き換えたんじゃない？いったじゃん、やったじゃん。380ゲーム42,000円。頼むよ。3回目なんで奇数なんで一応。あー、でも平行か。いきます。かけらちょうだいね。割れてっちゃったね。いいね、いきます、いってきます。いいよ、耐えた。よし。で、まあ、勝手に入っちゃったんで鉄災が行くんで、まあ、スルーはないんですけど決めればいいよっ。赤に変わるよ、そろそろ。変わんない、ダメ。次ひどいね。42,000円。パッチする犬夜叉はひどいよ。まだまだ月下にいってほしい。4回目に挑戦でしょ。いやー、長いぞ今日は。おお、いいよいいよ、上から2番目。よし、おしゃ赤い、いいけんじゃない。よし、150ゲーム今回ちょっと早め。46,000円。そろそろ右上がり。いやー、平行。どうでしょうね。頼むよ、頼むよ。ダメか、ダメなの、ダメだった。かわいそう、そろそろかわいそう。5万円が終わったんでお金を下ろしに行ってきます。今総回転数2019プラスちょい。やだ、 AT1009 分の1になってる。やだー、もうほんと行くしかないんで下ろしてきます。とりあえずお金をちょっと腹ごしらえもしようかな。はい、中間です。まあ午後になるんですけれども、私ですか。私はですね、上 FG からすごい遠いところにいます。お金を下ろしてきました。まあ、5万円ね持ってたんですけど使っちゃって、まあさらに追加したんですけど、まあでも犬夜叉なんで回収できる可能性もまああるんで。そこで頑張っていきたいんですけど、でも私多分思うんですけど神 FG 隣なんですよね。ホール見た感じ神 FG が隣の犬夜叉っぽいんですよ。まあご本人の引きが強いのもあるんですけども、まあ、一番隣で、ね、見てるからラッシュの入りとかも見えるんですけど、で、まあ、今3500枚くらいかな持ってる、まあ、あとは島でいうとリゼロの島がいい感じの FG ですかね。朝一結構すぐ埋まったのもありますし、その埋まった方たちが朝だけ打つんじゃなくて結構粘ってる方もいると思うので、まあ、リゼロですね。まあでもなんかやっぱ日曜日全体的にすごい FG のオーラ漂ってますね。だからバッドなオーラは私が全部担ってます。今日は私が背負って生きていきたいと思います。頑張んなちょっとね、やっぱでも FG は感じたいんで後半頑張っていきたいと思います。よいしょ。493ゲーム投資が7枚入れたの 6万1000円頼むぜ。で今総回転数が2381ゲームプラスアルファだから、ここで AT 入ったら2500踏みますね。有力感のいこういきます。頼むよラスト。ここで引くとどうなの？別に1ゲーム前で引けばよかったのに。めちゃくちゃあ、そう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 、これ月下でいけばいいのよ。よし、ここで決めよう。ここでいこう。発展です。いきます。3回目です。さすがに頼む。あれなんか引いてるくない？引いた。よし、あはーい。え、ちょっと何ゲームぶりの AT ですか？2000ゲーム？2200ゲームぶりくらいの AT ですよ。でまあこれもうあれなんですよ、突っ込んだ分の有力感もここで終わりなんで、もうこの AT 本当にどうにかして本当に頼む。ですね、総投資が6万2000円、沖縄いける。20でしょ。で赤ナビスタートで弱い。あ、よかった、いけました。早めにいけた。まずはね、でここ絶対白7以上引かなきゃダメなところ。絶対赤7やめて。赤ダメだって。よかった。ひとまず大事。でもうここね、レア役を引きまくって封印する。ああダメか。次に行きたい。あ、お願い、本当にお願いね。頼むよ。17ゲーム使っちゃったからね。弱いね。弱い。おー、いった。2個目で白でいこう。残り何ゲームだったっけ？赤かな。おー、いいよ。なんかかわいそうすぎて AT がなんか簡単にしてくれてる私を。いやー、封印のあれ引けずに終わりました。2回目いこう。白、よし、いいよ。偉い。白めっちゃ偉い。いこう。よし、何ゲーム？ 3 ゲームくらいかな。とにかく引きます、封印中に。頼むよ。もう速攻引いて。いけ。お、そう。変わる。終わりました。364枚なんですけど、1000枚いってないんですけど、2400、2500か踏んだんで、ぶった切りゾーン有利区間終わります。私の6万2000円、ここでさらばです。引き戻せるかな。今日無理。あ、でもこっからとかいかないの。え、やばい。今日やばい。引いてるじゃんよかったー。今日の敵の弱さがやばいっていうことですね。でもどうして総じてやばいです。タイミングがこちらも強い方だよ、強いバージョンだよ。あーでも微妙。よしいけた、早い早い、上手上手、頑張ろう。よし、白に変わった、頑張ろう。封印は確定しました。まあもうほんと数ゲームだと思うんですけど、速攻引く、速攻引こう、速攻引こう、レア役レア役、よっよっ、あっいけました、よかった、ありがとう。ちょっと結構ゲーム数使っちゃったんですけど、見てましたね。赤やだ、しょうがない。やっちゃった、もう一丁、青来い、青、赤やめて、白白白、赤だ、赤から上乗って、まあ、ホールドはないからここを伸ばすか、また6ゲームでもう1回引く。終わるぞこれは。6ゲーム踏ん張れるかな、頼むよ。あー引いた、あっセション丸様よ、赤だから、よし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 、絶対行く、よし踏ん張った。ここ3つはでかい。ああよかった、滑り込んだ。でも残り2ゲームとかですね。赤は引いちゃ嫌だけどもういいや、とりあえず残り3ゲーム。早いね、早いな。よし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 、白白。ほんでここでなんとしても次も白引いてホールドですね。402枚、一丁、赤なの、赤だ、封印はなし、3ゲームです。あないか、3ゲームの命行く、もうしょうがない、やるしかない、やるしかないの。終わりました、452枚、足りないけどね、全然足りないですけどね。もうなんかぶった切り広角いるんでちょっと打って、まあ、50ゲームだけ見て終わろうかな。終わりますこれはこの台はこの選択が果たしてどうなるか。ちょっとラブ城2に来たんですけど、3セット目までほんのりいいから、なんか本当わけわかんないで当たる時あるじゃないですかラブ城っておいい方いった、チャンスです。だって次でしょ、ここでしょ、でダメか、いけ、よっ、はーい、8図柄だけど上がれ上がれ上がれ、8、まあなんか何かしら起きてよかったです、持ちメダルで100枚くらいかな、150枚くらい。よし166枚で、この後継続チャンスですね。 50% とかだったっけか、ラスト、いやーサービスタイムですって。ここで引き戻せるかな。継続、赤まで、あれ赤までいた、アフターデータか、これ当たるとは限らないか。くどけないのよ、ショコラちゃん、全然くどけないの。ゲーセンってどうなので、赤文字、ああ、青、いや、いけるいける、いけたよっしゃ、引き戻したよ、ショコラちゃん、ありがとう。わあ、頑張ってるね、頑張ろう。あ、50% 以上、 50%、 50% 苦手。ありがとう、ありがとう、ショコちゃん。で、そっか、ボーナス買ってて嬉しい。増えてるよ、メダル増えてるよ。よっしゃ、はい。で、ビッグボーナス、よかった。みんながプールで水着のお姉ちゃんたち見えるやつ、これ。わお、よいしょ。ビッグボーナス1234566枚あります。下のパネルに女の子たちの写真が。で、写真多分獲得すればするほど継続率上げるチャンスなんですけど、これで今写真がどうだよ、上がるでしょ。66番なんだ、いいね。ショコラちゃんクリアしちゃった。はい、66番になったよ。お、いったじゃん、リールロックした。よし、これはよし、もらった、いいね。66%、お願い、ラスト。おお、ありがとう。よし、これもう一丁取ったらまたほらあれだから、ボーナスだから。あ、よし、これいったボーナスもゲットだよ。いや、ラブ城最高じゃない。今日動画をね、この動画を今ここまで見ててくれる人がいるとしたら、おお、10個、いいね、いるとしたら、なんでね、7万円もね、犬や舎に入れて、で、なんでラブ城打ってんだって思われたと思うんですけど、まあ、ここまでね500枚くらい出てくれれば、まあ、全然いいんじゃないかなって、許される気がする、ラブ城のチョイス。でも本当、ラブ城ってこういうことあるからおすすめですよ、ラブ城2 いやー、ナイスナイス。よし、いいね。2枚だけどうな。ちょっと難しい。66%のまま。次はね、誰がいいかな。誰でもいいですね。頼む、66%。メダル切れない、入れてもらったら速攻終わるっていう。終わっちゃった。536枚、またね、引き戻しがあればいいんですけど。熱々やね、だって。ハート引いたから。おっと、ぶどうも引いていいんじゃない。引くもんは引いたよ。よ、どうだ、赤、よし、行ってくれる。よし、行ってきます。いいですよ。だってあらかわいい。あ、ベストチョイス。もういいじゃないのよ。ドン。あデート楽しんでる。ありがとうございます。これね、この後もう60、これ 66% のまんまなんですかね。どうなんだろう、これ何パーなんだろう。あ、50% なんだ。とか1回終わったから 66% のやつは終わっちゃってるから、いや戻ったと思いきやまたやり直さないといけない。よっ、ダメだ。504枚、もう1回。裏って何？裏ってなんだろう。あ、引き戻し確定だって。これ引き戻し確定だ。裏ってついてるけど引き戻しは確定ですね。いいよ、これベストチョイス。これも違うじゃん。なんか弱いけど大丈夫なのかな。あ、大丈夫よ。何あの裏っていうのは違うの？あ、大丈夫よね。焦った焦った焦ったわ焦ったわ。私さらっと打ってるんですけど 0.8% 引いてるって。 0.8% の裏モード引いてるみたい。 0.8%。ここのルート増えないかな。まだ裏。80%同様。よし、アフターは行くぞ。アフターは行くのよ。でもちょっともうここがそろそろ怪しいのよ。赤文字来い。いいよ。これは大丈夫な方じゃない。だって80%のちょっと強パターン。およし。行きました。あとはもうメダルを増やす。増えないのよ、なかなか。よし、はい。あ、継続の見なかった。あ、よかったよかった。ここで引かないとやっぱメタル使っちゃうんだよ。よっ、よし、早めに引いて。頼むよ。よっ、まあ裏行きます。油断するな。裏とはいえ油断するな。アフターにすら行ってくれないかもしれないよ。あ、危ない。終わるぞ。いや、アフターは行くんだ。かわいい、この子。カラオケちょっとやばくない？アフターで個室ってなんか信頼度嘘、嫌われそう。すぐなんか個室に行きたがる男って。あ、危ない危ない危ない。あ、大丈夫だった。すごいですね。メダル増えるからボーナスも確定なんで、ここでVIPボーナスが確定したんですけど、犬夜叉よりも枚数が出ることも確定しました。悲しいことに。ありがとう、ボーナス確定。よし、終わ戻し、ここ嫌い、ここ長いよ。ノッター行けますか。ノッターは行くでしょ。ここでそろそろ怪しいけど、おめほらカラオケは危ないのよ。もう超シンプル。あ、そうでもない。終わった、終わりました。まだお友達で、お友達じゃなかった。いや、終わらなくて嬉しいのもあるんですけど、増えるのが遅い。あああ、これはやった。50%以上。ここはね、50%が引けない。えい、ダメだ。いけます。ずいぶんここ、あ、赤い。赤赤、アフターは決まったね。アフター行こう。カラオケだ、もうずっとカラオケじゃん。えい、あー、おた、いやー、1000枚は開きましたけど、1060枚。終わりました。結構長かったです。ずっと1時間くらい引き戻し続けて、この裏モードのおかげで、まさか、300枚も出ないかなと思ってたら1060枚出ましたよっ。うん、なんか引いちゃった。ここであれ引くの、なんかモード上がった気がする。ちょっとだけ。あ、ないかな、ここは。特にないですね。終わります。はい、ということで実践終了しました。お疲れ様でした。はい、朝一犬夜叉ね、見ててくださった通り、動詞が62000円突っ込みまして、回収がね、850枚ほどだったんですよね。結構もう無理だっていうところで、時間も時間だったんで、ジャグラーで。ちょっとね、濁してお茶を濁して時間をね過ごそうかなと思ったんですけど、ちょっとね AT 機でまくりたい、ワンチャンまくる気でラブジョー2を打ったんですよ。皆さん、私がラブジョー2を座った瞬間に、なんでお前はこれに座ったんだって思ったと思うんですけど、なんと1000枚出まして、合計が1760枚になりました。1760枚出したんですけど、やっと半分帰ってきたっていう感じです。結構ね、俺も大事故が起こるところだったんですが、ラブジョー2のおかげでできましたが、肝心な番組の趣旨である神 FG 台なんですけど、ホール内神 FG 台はですね、なんと私が7枚目を突っ込んだ台の隣の犬夜叉でした。3500枚3枚オーバーですね。ずっとね、挙動もよく、ほら今も、今見ると入ってるんですよ、ラッシュに。そういうね、多分引きも出玉も挙動も神 FG ホール内で、神 FG の台は犬夜叉の左の方の台でした。神 FB フィールバットはね、私の犬夜叉です。すごい天国と地獄みたいな感じだったんですが、でもね、最後はちょっと取り戻せたんでよかったなと思います。皆さん、ここまで見てくれてる人いるのかな。私が7枚目突っ込んでるところで見るのやめちゃってるのかな。ここまで見てくれてる人、ありがとうございました。ということで、次もし呼んでもらえる機会があるなら、次こそ神 FG ゲットしたいと思います。ありがとうございました。